スペルブはシュコダが製造・販売している自動車である。シュコダとしては最大クラスの乗用車で、初代は1934年から1942年まで社会主義国化される前の旧チェコスローバケアで生産された。2001年に往年の高級車の名前を冠して59年ぶりに復活したが中国市場向けに生産されていた親会社の ホルクスワーゲンパサートのロングホイールベース版、パサートリンに、シュコダのフロントデザインを与え、ヨーロッパ市場に投入したものである。エンジンは1.9ターボディーゼル 74kW、2.0ガソリン 85kW、1.8ガソリンターボ 119kW、2.5ターボディーゼル 120kW、2.8V6142kW が選択可能であった。 2006年には外観が小変更された。2008年のジュネーブ賞で発表された。パスサートのロングホイールベース版という成り立ちは変わらないが、通常のトライクリットにもテールゲートにもなるユニークなツインドアを持つ。エンジンは最新のフォルクスワーゲン各社同様、ガソリン車にはターボチャージャーを用いて、小排気量化した TSI エンジンが採用され、125馬力の 1.4tfsi 160馬力の 1.8tfsi 3600ccv6.4 輪駆動6速、dsg ニアボックスの 3.6fc がありディーゼル版は 2.0td と低燃費型の 1.9td グリーンラインが用意されている5ドアワゴン版は2009年6月に発表され9月にはフランクフルトショーで公開発売された 2015年のジュネーブ将で発表され、年内に量産開始された。ありがとうございます。